プラハ動物園は、チェコ共和国のプラハにある動物園である。動物学の研究、野生の保護、公衆の教育を目的に1931年に、プラハ北部のトロヤにオープンした。2013年には、50ヘクタールの展示施設を含む58ヘクタールの敷地に132種類の絶滅危惧種を含む676種、約5000匹の動物を飼育していた。 2007年のフォーブストラベルガイドでは世界で7番目トリップアドバイザーでは世界で5番目に素晴らしい動物園とされた長年モーコノーマの保存に大きく貢献した園長はミロスラフ・ボビックであるプラハの動物園のアイデアは1881年にオーストリア皇太子ルドルフとステファニード・ベルジックの結婚の際のカウントスエア・アッツ・スポークによる新聞記事で 初めて提案された。キリンの展示1919 19年、チェコ教育省の数学、自然科学諮問委員会の会合で、動物園設立の準備作業を開始する委員会が設立された。1931年9月28日に、一般向けにオープンした。1938年、人工飼育のコンドルを世界で、初めて孵化、飼育し、1942年には、 世界で初めての人工飼育北極群までメスのイルンがこれに続いた。1959年、ズデニエク・ベシローフスキーが園長に指名された。彼の下で飼育や研究の分野で世界的な成功を収めた。1971年、ゾウ、カバ、サイトウの大型動物の新しい施設がオープンし、1991年には大型猫の施設がオープンした。 2001年には世界で初めてモーコノーマの人工飼育が行われた。2002年、プラハの町は歴史上最悪の洪水に見舞われた。動物園の大部分も水に沈み、134匹の動物が死亡した。よく知られているのはアシカのガストンの話である。ブルタバ川とエルベ川がドイツに流入すると、ガストンは疲れ果てて死亡した。しかし、 寄付が多く集まったおかげで、プラハ動物園は次の10年で大いに繁栄した。コモドドラゴンと飼育員2004年、インドネシアジャングルと名付けられた国内で最大の動物飼育施設がオープンし、チェコで初めて西ローランドゴリラが生まれ、モジャと名付けられた。2007年にはコモド,ドラゴンの飼育が開始された。2009年、南アフリカオットセイの展示が始まり、 プールと客席も拡張された。翌年にはヨーロッパで初めてテキサスゴファーガメの飼育が始まった。2011年ザ・リビールドで有名な西ローランドゴリラのモジャはスペインの W キャバーシのナチュラルパークに移籍した。4匹のモ虎コノオーマが野生馬の再導入と現地保存プロジェクトの一環としてモンゴルに送られて野生に放たれた。2012年 211種百5 5 7匹と最も多くの子供が生まれた年となった。その中には世界で初めて繁殖に成功したカンムリガメやガルルラクス、キャステンオーティス、またこの動物園で初めて繁殖したレッサーパンダ等もいた。2013年新しい大きなエレファントバレーが完成し、この動物園で初めてゾウが生まれ、下と名付けられた。 同年6月、二度目の洪水に襲われたが、ほとんどの動物は避難が間に合った。2014年、3匹の生態を含む33匹のの中国王山小王の展示施設がオープンした。このような山小王を集めた施設としては、ヨーロッパで最も大きいものである。13年間の努力の末、レッサーアンティルイングアナのつがいの繁殖に成功した、世界で三つ目の動物園となった。 ありがとうございます。